はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第109回でございます。で、今回のテーマは偏差値まるまる上がりますかっていうのと、たくさん寝てしまうのですが、あともう一個、勉強のやり方はいいのでしょうかと、まあこれでいいのでしょうか、正しかったかな本当はね、まあ、この3つを今回喋っていきます。で、これはですね、この1週間、まあこの2週間ぐらいか、電話もらった相談の中からちょっと3つ選ばせてもらって、今回ねちょっと返答するという感じで、偏差値まるまる上がりますかっていうのはすごいたくさんいただいたので、例えば10上がりますかって子もいたし、5上がりますか、7上がりますかって数字があったので、今回ちょっとまるまるにしました。ちょっとまとめて話したいんでね、といった相談に答える回となりますので、よかったらね聞いていってください。では行きましょう。で、まず1つ目、まあメインから行こっかね。偏差値まるまる上がりますかっていう、で、これはまあ10月、今日が10月の10日じゃない、11だね。11なので、まあ、あと受験まで3ヶ月、4ヶ月ぐらいかなとなって、まあ実際に自分の今の偏差値と志望校の偏差値がこう差が出てくるわけだよね。で、そこで考えた時に、まあいろいろ不安になったりとかすると思うんですけど、結論から言うと、まるまる上がりますかって聞かれた時に、上がる可能性はありますって答えるのが、まあ、常なのね、俺にとっては。塾講師の時から。例えば、現段階で偏差値がじゃあ20足りない。あと4ヶ月で20上がりますかって言ったら、可能性はゼロじゃないと思ってる。でも、4ヶ月3ヶ月で20上げるっていうのは、もう本当にほぼ寝ないみたいな生活。クソ、めちゃくちゃ追い込んで届くかどうかっていう、本当もう、すごいレベルなので、そこももちろんリアルに話します。ちゃんとこうこうこうで、こういうことが今まであってとかね、例えば先輩ではこういう子がいてとか、いろんな話をした上でもちろん相談をしますけど、ただ今回はね、一人一人その話はできないので、ちょっと大っぴらというか、こうね、まとめて話をさせてもらった時に、上がりますかって言ったら上がる可能性はあると。で、リアルな数字を出すのはなかなか難しいんですけど、この時期であれば10ぐらいだったら伸ばせる自信はある。自分の生徒だったら。4ヶ月あるもんね。もちろん本当にすげえ努力させるけど、多分想像を絶する努力があるけど、そこには。うん。で、なんでかって、だって努力した分は伸びるもん。もちろん伸びない時期もあるんだよ。それ一番下の勉強のやり方はいいのでしょうかにも関わるんだけど、いつもいつも伸びるわけじゃない。だって、スポーツだって、あんなに練習したってうまくいくわけじゃないんだもん、本番で。それはプロアスリートだってそうでしょ。オリンピックの舞台、もう4年に一度だよ、オリンピック。4年間そのために、まあ、4年間が言ってればいいね、4年間そのために練習してきて、で、本番で失敗するんだから、プロが。だから、その努力してきたものが全部プラスになって発揮されるかどうかはわからない、それは。けれど、勉強っていうのはスポーツと違って、コツコツやった分が伸びやすい、本番に出やすいと思うの、スポーツよりもね。だから今ね、志望校の偏差値に届いてなくてすごい不安な子ってたくさんいると思うんだよ。いると思うんだけど、そこはね、信じた方がいい。で、これはちょっと精神論になるけど、どうせできないだろうなって思いながら勉強してたらどうせできないよ。どうせ落ちるんだろうなって思ったら落ちるから。絶対じゃないよ。これちょっと極論で話をしてるけど、そう思っててほしいの。だからどう思うかって。絶対受かるって。絶対届く、この偏差値までに。だから頑張ろうって言い聞かせる。頭の中ではどうせどうせって思っても構わない。でも、口に出す言葉は、絶対大丈夫って言い聞かせてあげる。自分の耳にはいい言葉だけを入れてあげて。自分から発する言葉はね。頭で思うのはしょうがないんだから。っていうのはすごく大事。だから今回いくつ上がるとかね、そんな数字は言えないよ。そのだってそのことも分かんないもん。結局40から50上げるのと、50から60上げるのと、60から70上げるのも違うんだよ。偏差値は同じ10上げるっていうのも、いい努力の差が違うの、そこは。やり方も違うしね。なので一人一人のね、その状態には答えられないんだけど、努力は実を結ぶから、いい、それが本番に届くかどうかまた別問題。全員が受かるわけじゃないからね。落ちる子も出るんだから、受験だから。けれど、いいイメージを持って、いい言葉を口から発して、やっててもらえたらなと思います。はい。何人かはね、返したんです。詳しい状況を書いてくれてて、今このぐらいの偏差値なんですって。
で、ハイチさん知らないと思うんですけど、なんとか、何県のなんとか高校でところを目指してますって。で、偏差値はいくつぐらいで、今自分はこれぐらいなんですって。で、一番今まで詳しかった子だと、全部の科目の5行だね、科目の得点と偏差値、一番多分最近受けた模試だと思うんだけど、を書いてくれて、で、この科目のここを伸ばしたいって、でもこういうのが取れないんですけど、どうしたらいいですかみたいな。で、やっぱり、今もう本当ね、前もいつも言ってるけど、相談のね、メールの件数がすごくね、ありがたいことに多いので、そうやって詳しく書いてくれてても、返せない子も出てしまうんだけど、でもやっぱり詳しく書いてくれてる分、ちょっとね、こう、詳しく返すことはできるので、まあ、もしね、そういうのが気になるんであれば、でもそこまで頑張って書くんだったら、きっとみんなの周りにいるね、学校の先生とか、塾の先生とか、もちろん先輩とか、ね、あの、保護者のみんな、親とでも構わないんだけど、とかに、口で相談した方がね、多分相談は伝わりやすいかとは思うんだけど、もし、まあ、ちょっと意見を仰ぎたいとかあれば、絶対返すって言えないんでね、申し訳ないところはあるんですが、うん、まあ、詳しく書いて送ってもらってもいいかなと思います。返せるもんは返しますので。ね。で、次が、たくさん寝てしまうと。これね、何人かな ?3 人ぐらいだったかな、書いてあって。で、これね、すげえわかる。これは俺がね、そのタイプだったし、今でもちょっとそのタイプなんだけど、こう、寝てるのに眠くなってしまって、眠気に負けて勉強できないとか、あと、眠い時、勉強してて眠くなるじゃんか。で、よくね、仮眠スキルって前から話してたけど、こう、眠い時に頑張った方がいいのかどうかとかね、いう相談もあったのね。で、これ、眠い時は寝てしまった方がいいです、基本的に。で、なんでかっていうと、あ、眠いって思って、一番は暗記しようなんて絶対に無理だよ。頭寝てるし。やっぱり、仮眠、まあね、10分から、最大でも15分って話をよくするけど、10分15分の仮眠をして、起きて、頭がすっきりしてから暗記はやった方がいい。眠い時にギリギリできるのは、数学とか理科の計算問題のやり直しぐらいだよ。前一回解いて、それをちゃんと覚えてるかの確認ぐらい。だったらまだいいけど。でも暗記とかきつい。でも、仮眠って言っても、どんだけ寝ても眠くなるんです。っていうタイプの、今それで悩んでる子がいたら、これ、勉強するときに、よくね、時間じゃなくて量で決めろって言うんだけど、今から1時間勉強しようじゃないの。今からこのページまで勉強しようとか、この問題までやろうとか、っていうふうに量で設定した方がいい。勉強するときは。で、これは、時間で設定しまったら、してしまったら、1時間って決めたら、1時間真剣にやろうが、ダラダラやろうが、ちょっとたまに LINE 見ようが、1時間は1時間なんだよ。でも、量で決めたら、ここまでやるって決めてるから、それがね、ダラダラやれば 2時間、3時間かかるし、集中してガッてやれば30分で終わるんだよね。だから量で決めた方がいい。ズルはダメだよ、もちろん。そこは自分でね、ちゃんとこう、モチベーションコントロールしてやってほしいけど。で、量を決めて、眠くなる、すごい眠くなっちゃう子は、量を少なく設定するといい。たった5問とかでも構わない。でも5問まではやろうって決めるの。それは眠くなってもやる。でもし途中で眠くなってしまうようだったら、最初の量設定が多い、ちょっと。で、これもタイプにもよるけど、人っていうのは、例えばじゃあ3問って決めました。で、3問って決めて3問終わった時に、あれ、もうちょっとやってみようかなっていう、一応目標をクリアした上でさらにやってみようってね、人ってモチベーション上がりやすいんだよ。なぜならちょっと余裕があるから。だってもう目標達成してるんだもん。さらにやってもいいかなぐらい、ちょっと俺頑張っちゃおうかなみたいな感じでいける。なのに、じゃあその3問ね、目標にしてて、で、終わってからちょっと付け足して5問やりました、計8問っていうのも、結局8問頑張ったでしょ。でも最初から8問って設定してて、4問経った時に、あと4問めんどくせえ、眠いなーって思いながら頑張って4問やったのって違うんだよね、同じ8問やってるのに。だから、目標設定してちょっと眠くなるなっていう場合は、ちょっと少なめに設定してあげる。で、慣れてきたら増やせばいい。その目標設定してるのが、例えばね、まあ、友達にそんなこと共有することはあんまないだろうけど、こう、今このがやってるんだって、うわ、超少ない、それしかやってないのってバカにされても気にしない、そんなこと。だって自分のペースでちゃんと組み立ててるんだから。サボるためにやってるんじゃないもん、それは。自分が眠くならないように、自分の効率を良くするように工夫してることだから、それをね、人にバカにされるね、なんだろう、筋合いもないし、そう、バカにする権利もない、そいつがね。だから気にしなくていい、そんなことは。
いい？自分のために、自分が効率よく勉強するために工夫してるんだと思って、その辺はね。という感じです。だから寝てしまう場合は、まあ、仮眠スキルは大事。慣れるまで大変だけど、2、3ヶ月かかってしまうけど、10分、15分の仮眠して、頭をスッキリさせるっていうのは、体を慣らしておくといい。と思います。で、最後、勉強のやり方は、まあ、これでね、これでいいのでしょうかっていう感じなんですが、これはですね、まあ、自分のやり方、いろいろあると思います。その科目によっても違うと思うんだけど、でやってって、こう、伸びない時期が出てくるんだよね。そう。伸びてたのに、急に伸びなく、もう伸びなくなったならいいけど、下がるみたいな。そう。でも、そうなってしまったら、それはその時なの。なんでかっていうと、勉強ってずっとうなぎ登りにはいかない。得点が。低迷する時がある。これよくダイエットに例えるんだけど、ちょっと今パソコンなんかちょっと起動しちゃって音が入ったかもしれないけど、ダイエットって、ずっと緩やかに痩せ続けないんだよ。痩せてるんだけど、急に止まるんだよ。同じように努力してても。同じ距離ウォーキングする、ランニングする、筋トレする。やってるのに落ちなくなる。でも、ある一定時期行くとまた落ちるんだよね。これダイエットする人は絶対言うんだけど、そういう経験があるって。勉強も似てる。最初努力してて、ある程度伸びるんだよね。そう。でも止まるんだよ。で、その時に迷うの。で、もしかしたらやり方を変えた方がいいのかもしれない。それは。いいのかもしれないんだけど、でも基本的には伸びてきたんだったら、そのやり方を崩さない方がいい。で、崩すよりもそこに何かを足すんだったらまだいい。いい？今までこのワークだけをやってたと。でも、このワークとこっちもちょっとやってみようかなとか。いい？わからない。何か例えはちょっと出せないけどね。っていうのはいいけど、基本的に自分がやってきたスタイルはそれいいのかなと思います。それで伸びていたんだったら。ただ、それも状況次第で、こういうふうにやってきたって言われたら、じゃあこう変えてごらんとか、これ足してごらんってアドバイスはできるんだけど、ちょっとね、こう個別で言えないんで、今回もざっくりな答えになってしまうんですが、その、伸びない時期とかね、ちょっと落ちてしまう時期っていうのは誰でも来るので、そう、スランプみたいな状態は。で、そこでどれだけ頑張ってもがけるか、心折れずに。自分を信じて続ける。大丈夫って、もう一回伸びるからって。自分に言ってやれるかっていうのはすごく大事だと思います。俺はそうやってやってきたからね。これから、まあ、受験本番ってずっと言ってるけど、本当に自分との戦いになる。これからいいどんどん辛くなるよ。特に初めての受験の子、その中学受験とかやったことなくって、高校受験で初めての中学校3年生、本当にきつい、で周りがどんどんできるようになってるように見えるから、で自分が置いてけられてるように見える、置いてかれてるようにか見えてくるんだけど、そんなことはない。みんな焦ってる、みんな辛いから。で、大事なのはやっぱり自分を信じれるかどうか。で、自分を信じるためには努力しないと。いい？嘘の努力じゃ自分に自信はつかないよ。やってんだって。でもそこは厳しくなりすぎない。いい？ちょっとサボってでもやったんだったら、やったこと褒めてあげて。いい？さっき言ったように、ここまでやろうと思ってたって、できればそれは目標達成してほしいよ。でも半分しかできなかったって、うわーマジ半分できてない、もうダメじゃん、私もうダメだ、こんなん落ちるって、そんな気持ち下げなくていい。いい？もしそこで気持ちが下がってしまうんだったら、目標設定の仕方だね、自分がちょっと多く設定しすぎたのかなとか、そこで反省したり、明日からの自分に生かして、いい？どん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 前を向いて歩いていく。で、もし前を向けなくなったら、もういつも言ってて本当申し訳ないけど、全員返せるわけじゃないけど、相談する相手がいなかったら、自分にメール送ってもらえたら、返すものは返すからさ。ツイッターでもメールでも構わないからね。それはうまく使ってもらえたらと思っております。では、ちょっとね、長くなっちゃいましたが、今回もね、締め方間違った。今回は、ハイチのダラダラジオ第109回。偏差値まるまる上がりますかというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回、いつも通りまだテーマ決まっておりません。なのでね、ちょっとまだ何喋るかわかりませんが、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。